はい、始まりました。本日なんですけど、もうムカついた、もう静岡出てく。別に静岡に怒ってるわけじゃないんだけど、もう田舎マジムカつく。何がムカつくって、秋祭りっていうのがあるんですけど、どんだけローカルな話。秋の祭りがあるんだけど、道を通行止めにしたりするのよ、時間帯によっては。でね、土日なんだけど、自分の店もね、その範囲に入っちゃってるの。とんでもなくね、地方から人が集まる祭りとかだったらまだわかるよ。そんなことないの、もうしょっぱいしょっぱいちっちゃい祭りなのよ。なのにね、この前電話があって、この時間に止めますんでよろしくお願いします、そこ通行止めしてる人に言えば入れたりするんですよねって言ったら、いやいや、中での事故があるかもしれないので無理です。もう一切無理なんだって。ありえないでしょ。いや、どんだけ人住んでると思ってんの、その範囲。いや、事故があると思うなら出てく人はいいじゃないか。それも無理だって。警察に電話したんだけど、そうしたい場合は許可を取ってだって、警察に出すんだって。バカか。いや、警察がまず止めとけよ、それを。いや、警察がもう認めてくれたんで無理っす、絶対無理です。どんな権利があるの、あんなちっちゃい祭りに。それを認めてる警察もバカかよ。臨機応変にやれって言えよ。だって14時から16時、その後18時から20時まで止めるって言うんだよ。バカでしょ。いや、止めすぎ。その範囲内にあるファミリーマートとかだったらいいよ、そりゃその祭りのお客さんが来るからね。そうじゃなくて、違う商売の人はどう思ってんの。聞いたよ、僕も祭りの運営の方に。え、それこの辺の店全部認めてるんですかって言ったら、はい、もう全店舗いいと言ってくれました。いや、俺が最後、俺の店が最後なの。いや、もうそういう確認できないことで言うのよ。もうできるかもじゃなくて、できますって言い切れば何でもいいと思ってるタイプね。だるいだるいだるい。いや、言っても無駄。もうね、ほんと腹立つ。いや、マジ意味わからん。皆さんそういうことないの？そういう祭りってないの？いや、もうマジでわけわからん。しかもね、もう臨機応変じゃないの。結構広い枠で通行止めして、もうね、真ん中の方に集まるから、こんなとこがね、もうガラガラ、ゾンビに食い尽くされた街みたいになってるのに、そこずっと止めてんの。いや、範囲狭めろよ。いや、バカなんだよね、本当に。どうせ祭りなんてね、ちゃんと神社でこうやってやる祭りもあるけど、何にもやんないの、結局。何がもたらされたの、祭りで。何を祭ってるのかも出てる人も何もわからず、ただ酒を飲んでいるだけ。いや、意味がわからないんだけど、本当に。もう運営バカになっちゃってんの、本当に。もう運営がバカ。いや、マジで今日、腹立ってるからもうね、ブラックマスクにしてます。すいません。いや、マジわからん。いや、申し訳ないです。通行止めしちゃってとかならまだ可愛いんだけど。いや、そういうことじゃないんだよ。高圧的なの。もう頭がおかしくなっちゃってんの。そもそも祭り嫌いの人も結構多いようで、全然何ももたらされない祭りだし、何かね、交通安全祈願とかもないし、それなのに祭り関係ない世帯からもお金を取ったりとか、それで余ったお金でコンパニオンとか呼んで宴会するんだよ。奥様方どう思ってんの？いや、通行止めの件もほんとさっき言ったけど、警察に電話して聞きましたよ。いや、ありえないと思うんですけど、そこ臨機応変にやれとかっていう許可しなかったんですかって言ったら、してません。出入りする場合は、警察に許可を出して出たり入ったりしてください。どんだけ？どんだけ？祭りフィーチャリング警察か？祭りフィーチャリング警察か？なんだそれ。絶対に権力が強いんだから、あなたのとこでさ、厳しく止めなよ。なんでそこゆるゆるなの。いや、もうね、こうやってね、何か言ったって事後報告だから、結局ね、覆ることがないの。これ言っても無駄なの。だから言ってる。みんなに聞かせんな。すいません、嫌いにならないで。限りなく無理だけど。どんだけ祭り好きなの。何かを祭れよ。何かを祭っていいものをもたらせばまだいいけど、何にももたらさないものでもう迷惑をかけてるって最悪でしょ。お金も取ったりするしさ。いや、これね、みんなの代弁をしてるの、僕一人の意見じゃないよ。こうやって言ってるけどさ。え、みんなのとこお祭りとかないの。もう田舎嫌なんだけど。もう警察も何言ってもダメ。一回電話したらさ、担当がいないんで待つとか言ったのに、担当来たと思ったら、その店の場所と止めるところを把握してないんですけどって、さっきの人はすごい確認したのに、その時間無駄なんだけど、引き継ぐ前の人に話した時間って超無駄だよね。いや、マジで無駄。いや、マジで意味がわからん。田舎ってやだ。そんなちょこまかちょこまかやるなら人集めてみろよ、他のとこからさ。いや、東京とかの方が進化してるでしょ、それだったら。もう地方に伝わってない。あー、もう田舎嫌になってきた。もう出てこう。もう出てく。もう絶対出てく。いずれ出てく。
警察が祭りの意味を考えたりとか、まああれ当たり前のもんだからみたいにさ思ってるけどさ、もっと激しい祭りとかあるでしょ、家壊す系の。なんであれを認めてるの？死亡者が出たりするのにさ。いやもうその時点から苛立ってるよね。地方の他の祭りにも苛立ってるよね。あんなんで家壊されてさ、すいませんなんて言われて、それでオッケーなんかい。それでぶつかられたらさらにお金もらえて得するならね、こっちは待つよ。もう自分のとこじゃなくても苛立ってきた。ターモーム、ターモーム、ターモーム。もうやだよね、この気持ち分かる人います？グッドボタンで教えてよ。自分の動画伸ばそうとすんねん。いやマジで分からん。いや無理無理無理。太鼓の練習とかめちゃめちゃ頑張ってる子供たちには申し訳ないけど、本当に無理。太鼓もうさいしさ。そんなこと言うねん、言うし。はい、まあちょっともうどうせ言ったってしょうがない。皆さんに言ったってね、本当ごめんなさいね。本当にもう今の今あったことなんで、もう皆さんに言っちゃった、すいませんね。共感のコメント、最近苛立ってることあったらコメントにね残してください。共感します。僕がいやマジ無理、マジで引っ越そう、もう腹立った。さっきね警察と電話したけど、警察も電話切るときに、どんだけ祭り好きなんだよ。本当に無理。それでは本日は以上です。バイバーイ。